今日の晩ご飯はハンバーグです。カリー&オムライスマインズのハンバーグです。今回はこの前の赤牛のハンバーグに比べてちょっと薄っぺらい。薄っぺらいね。今回はタレがついてます。イエイ。隣の県の大分のお店から、お取り寄せしました。熊本県、鹿児島県、鹿児島した。この辺、それでは早速作っちゃおと言っても焼くだけですね。まあね。まず袋を切ります。はい、はい、最後これも、冷凍で届きました。ちゃんと解凍してます。はい、はい、よし、焼くよ。なんか食べたことあるよな。うん、さあ、あの赤足を超えるハンバーグに出会えるでしょうか。美味しかったでしょうか。これね、取り出す時が大変なんだよね。だよ。あ、やべえ。大丈夫大丈夫、なんとかなる。ほら、おお出しやすいようにこれどうにかなるのかな。焼くときってパーンって横に入れて、やばい、こっちもピンチ。あー、やべえ、まだだ。こっちもピンチ、曲がっちゃったよ。曲がっちゃった。これ横の方までこう焼き切った方がいいのかもね。そうだね、だね。すぐにプローンって取れる。わっ、でもいい匂い。いいですね。こんな味きた方がね、投入しやすいね。あー、見てた。わー、やっぱやりやすいわ。うん、おー、蓋をして蒸し焼きにします。はい。この前のハンバーグに比べるとこれはこの特徴は薄いよね。うん、さあ、どう？てる。どうだ、どんな感じ。うわー、どう？なんか、サラダみたいな、あ、ドレッシングみたいな感じだね。だいぶ薄い。寒がりだね。よし、ハンバーグをひっくり返しまーす、ね、いい感じ、いい感じ。なんか膨らんできた。ね、やっぱ膨らむんだね。自然に膨らんできた。おお、ほい。うわ、見て見て、どう匂いは。いい匂い。いい匂い。幸せ。こんなに膨らむんだね。うわ、はい、アクションどれ。この湯気が。はい、どうぞ。パパは肉汁ぶしゃマインズのハンバーグできました。いただきましょう。せーの、ガーさん、はい、いただきます。どうかな。うわ、ちょっと、お、赤牛のハンバーグとは少し肉汁がね、量が違うね、うん、こっちの方がさっぱりしてんのかな。うわー、ちょっとちょっと、うわー、出やすい、うん、おいしい、さっぱりしてる、おいしい。そうね、確かに肉汁の出方がちょっと違うね。あ、このハンバーグ自体にはあんまり味がついてないんだ。あ、でも美味しいじゃん。少しでいいや。じゃあパパにジャーってかけて、パパので味見してみる。うん、うん、はい、つけました。いただきます。ソースつけた方が美味しいでしょ。でもかなちゃんの好みだとつけない方かな。あ、そうなんだ。いただきます。はい、ちょっとシンプル系な味が好き。どう、今よりも、うん、さっきの方が美味しい。あ、ほんと。じゃあちょっと食べてみよう。美味しい。子供はやっぱりつけない方がいいかもね。ほんと？パパこっちの方が美味しいと思うけどな。好みがあるんだね。じゃあケチャップつける。でも美味しいね。美味しい。ケチャップがいい。ケチャップとこのソースと何もつけないのどれがいい。うーん、ケチャップと何もつけないのやつの方が美味しいかな。ケチャップが美味しい。うん、ケチャップとカラちゃんは何もつけないの。カラちゃんは何もつけないシンプル系の味。大人だね。やっぱハンバーグ美味しいね。うん、うん。後から来るね、でもこの美味しさ。後から美味しさが襲ってくる。いい、ごめん。カラちゃん、今日のハンバーグは何点ですか。今回も100点。おお、そうなんだ。だって赤字ハンバーグよりこっちが好み。じゃあアキちゃんは。101点。いや、パパは今回は80点ですね。80点。パパは前の赤牛ハンバーグの方が好きですね。あこー、あーん。今日の晩ご飯はカリー&オムライスマインズのハンバーグでした。でした。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた。